ベル海科メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日もですね、このエピジェネティクス、細胞と量子力学の関係、細胞と私たちの環境の関係ですね。で、ご病気っていうのは、実は私たちそもそも人口、地球上の人口よりも79億人近くの人たちの95%は先天的に遺伝子が 健康だと言うんですね。そのところもちゃんと論文が出ていてですね、そこに基づいてお話しさせていただければと思います。では、画面の共有です。世界の95%の人はそもそも健康だと言うんですね。ブルース・リプトンさんの本の中のですね、先天的な障害を持って生まれる人は、世界の全人口の約5%とされていて、95%の人は 完全な遺伝子のブループリント、青写真を持って生まれてきているというんですね。この思考のパワーっていう本の中のですね、えっ、ー、と、サイエンスですね、えー、の、うんと、論文の中ですね、にあります。ってことは、地球上の、もう、ごめんなさい、戻ります。地球上の95%の人が、ほとんどですね、 そもそも健康の遺伝子ですよ。で、じゃあ、私もね、あの熱出したり、あの病気になったりしますと。で、病気になってしまう。なぜかと言ったら、それがですね、まあ、リプトンさんが言う,うに、それはトラウマと毒と考え方だと。で、それでその環境によって、この遺伝子が病気のスイッチをオンにしてしまうと。 言うんですね、じゃあ、このトラウマって何かって言ったら、この昔こういうことされてすごい怖かったとかですね、あのお父さんのせいでみたいなって思ってるかもしれないんですが、この物質とトラウマって思い出とか物質と思いきや、実は感情なんですね。深い恐怖とか深い悲しみっていう感情なので、例えば、ものすごいお父さんに、ね、あの虐待を受けて育った方が、 会花のトレーナーさんの中にもいらっしゃるんですけども、その方がですね、本当いろいろおかげで探しをしていって、でどん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 愛の側に気づいていったときに、そのお父さんのことがすごくこう自分のことを守ってくれたとかっていう記憶が出てきて、すごくこう楽になる。そうすると、お父さんがトラウマじゃなくなるんですね。なので、物質、お父さんが怖いわ、お父さんがトラウマじゃなくて、深い恐怖とか悲しみっていうのが。 その周波数で、この電磁情報でフォトンあ、DNA のスイッチがオンになっちゃうと。あと、毒物何かって言ったら、これは合成保存量とか、うん、農薬とかっていう物質です。まあ物質の元をたどれば、まあその物質の情報が持っているフォトンにはなるんですけども、あと、思考。どうせ病気だからとか、別にどうなったっていいやっていう思考も、それもフォトンです。っていうことは、 この毒物以外はフォトンが重要ですよということなんですね。トラウマっていうのはカウンセリングを受けないと消せないって思ってしまっているんですが、実はトラウマっていうのは、えー、悲しみとか恐怖です。で、その悲しみ、恐怖はフォトンです。で、フォトン、振動数の低いフォトンに寄り添いとか愛とかの高い振動数のフォトンがかかると、その深い悲しみとか深い恐怖の 数低いフォトンの振動数が高まります。ってなってるので、これは実はご自身でも、ああ、空つらかったよねとか怖かったよねってこう寄り添いをかければ、ご自身でも上げることができるしで、カウンセリングの方がやってる仕組みが高い周波数をかけてる、気づきを与えるとか、こちらからカウンセラーさんから高い振動数を響かせるとかっていうことによって、こ,うこの低い振動数に高いフォトンを,をかけるので、振動数が上がるということをやっています。 で、村上和夫先生、筑波大学の名誉教授の方なんですけども、この方が非常にこう感動的なお話をされていて、トラウマの中から人は成長すると。人は試練とか逆境の中で大きな痛手を受けても、他者とつながりを持つこと、感謝すること、その出来事、トラウマの意味を見出すことによって、そこ、トラウマから回復して成長することができます。で、たとえ、 トラウマになるような経験をしたとしても、人生をしなやかに生きるために役立つでしょう、というふうにおっしゃっています。逆境をですね、すべておかげでに捉え直してるということなんですね。で、会科のトレーナーさんも本当にこう、深い心の傷を負った方もいらしてくださるんですけども、どん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 ,どん,どんこの感謝業自分本命とか、 ワークとかですあとは、この周波数ですよ、ゼロポイントフィールド側から湧き上がってますよっていうのをご自身もセミナーすることによって、どんどんそれが落とし込まれていってですね、逆にこういろんな方々をカウンセリングしたり、この癒す側になってるんですね。だから本当に人生をしなやかに生きていく形になっているので、トラウマは周波数ほとんどなので、癒されますと、振動数が上がりますということができます。なので、まとめるとですね、 先天的にそもそも健康っていうのが人口の95%もいると、あそういうことかと。だから、病気になっちゃっても、自分のあり方、マインドとか、あと毒物を避けてあげるとかっていうことをしてあげれば、そもそも健康だというふうに考え方が入っている方が、皆さんの、まあ、ご病気になりにくいかなっていうふうに感じております。 で私もちょっとね、あのー、体調が悪くなったり、熱っぽいなと思うと、私のマインドセットは、一晩寝れば絶対、一晩寝れば治ってるっていうので、ちょっと早めに寝るんですね。まあ30分とか1時間早めに寝て、スコーンで寝て起きると、いつもこう健康なんですね。ちょっとなんか、あのー、なんだ風邪をひく前兆みたいな感じになったときは、早めに寝て。で えー、スコーンと寝,寝てですね、起きれば,起きれば治、一晩寝れば治ってるっていう、一晩寝れば元に戻るというふうに、えー、私の中のマインドセットになってくるので、体がそういう仕組みに、この全部のフォトンがそうなってるっていうふうに私が意図してるんですね。ぜひ皆さんも自分の考え方とかトラウマを癒してあげるとか、考え方を自分は健康だっていう考え方を持ってあげるとか、あとはですね、えー、毒物を避けてあげると。とそもそも人口の95%は、 病気じゃない DNA だというふうに捉えていっていただければと思います関連動画ですねこちら付けさせていただきますよかったらチャンネル登録はこちらとなっておりますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら